組対抗野球大会。俺サッカー派なんだけど。ストライク。へえ、やるな。やっぱ腕鈍ったな。させるか。やるなあ、アザミ。次は飛ばす。ヒットだ。走れ走れ。俺はサッカーしかやらないとか散々言ってたくせに。へえ、じゃあサッカー部に勧誘しますかね。反抗期だから手を焼くぞ。じゃあ佐京さんも一緒にどうですか。今さら玉蹴って遊ぶ年でもねえだろ。野球はいいんですか。仕方ねえだろ、人数足りねえんだから。なんだかんだ付き合いいいですよね。運動は健康にいいし体力つきますよ。年寄り扱いすんな。さっき自分で年って言ってませんでしたっけ。次は俺かな。頑張ってください。千景さん、野球やったことないらしいけど大丈夫っすかね。一応ルールは説明した。バットを振って走るね。簡単すぎでしょう。うわぁ、すげえプレッシャー。伸びてるぞ。ホームランだよ。すっげえ、千景さん打ったよ。って戻ってきちゃダメでしょ。走って走ってベース回って。ああ、あの白いベースを回ればいいのかな。俺が付き添いますか。冗談だって、それくらいは知ってたよ。一気に2点か。ちょっと本気出さねえと。ストライク、バッターアウト。くっそー、全然打てなかったっす。勘が戻ってきたみたいだな。あいつてっきり野球に何か引っかかりがあるのかと思ったら、そうでもなさそうだな。キューちゃん、まるで水を得た魚だね。あいつは昔から筋金入りの野球バカだからな。そうだったね。稽古の方はどうだ。問題なく進んでるよ。キューちゃんも最初の頃よりもずっと演技が上手くなった。そうか。きっと大丈夫だよ。ムク、頼みがある。ん？
今度の夏組公演の台本をコピーさせてくれないか。台本を？ああ。それはもちろんいいけど、どうして？保険みたいなもんだ。ん？ゲームセット！7対2で夏冬チームの勝ちだ！やったー！すっげー圧勝！勝ったー！おめー！当然だね。ふぅ、いい汗かいたな。はーい。あ、俺ベンチに帽子忘れてきた。あ、僕も忘れ物。すみません。あったよ。あれ？あいつ。あ？あ。久しぶり。これから使うの？ああ、そうだけど。クモ、お前なんでこんなとこいるんだよ。さっきまでグラウンド使ってて。野球やめたんじゃなかったのか。邪魔になったら悪いから、行こう、キューちゃん。それじゃ。逃げた奴がお遊びで野球やんじゃねえよ。キューちゃんは逃げたわけじゃ。いいよ、行こう。さっきのキューちゃんがいた野球部の人たち？うん、逃げたって言ってたのは1年バッテリー組んでた相方の山口。そっか。キューちゃん、高校の野球部辞めちゃったのってやっぱり。うん、抜くには話しとこうかな。すげえ、クモ、お前マジでプロ目指せよ。褒めすぎ、プロなんて無理無理。お前ならやれるって。お前がいれば甲子園目指せるな。3年の先輩引退したらどうなるか心配だったんだけどさ、お前がいてくれたら安心だ。うちの野球部入ってくれてありがとうな。一緒に甲子園目指そうぜ。その前にまずは今度の練習試合か。絶対勝とうな。すみません。はいはい。やめてお母さん。俺は今念のため病院に連れて行くところで。ええ、よろしくお願いします。俺は試合に行かなくちゃいけないのに。はい、それじゃあ。ダメよクモン、あなた40度近い熱があるんだから。でも試合が。クモン、目が回る。クモン、熱が下がったからって無理しないのよ。ちゃんと寝てなさいね。うん。ちょっと買い物に行ってくるから留守番よろしくね。はい。俺クモン君と同じ野球部の
山口です。あ、待って、今開ける。あの、試合は負けた。ごめん、俺熱じゃしょうがねえよ。もう大丈夫なのか？うん。そっか、ならいいや。ちょっと心配になって様子見に来た。次の試合は絶対一緒に出ような。絶好のチャンス。お前まだそれ治ってなかったのかよ。ごめん、俺やってらんねえ。俺はやめる。待てよ井上、せっかく勝ったのに。これ以上やっても意味がない。次は強豪東高だ。どうせ負ける。そんなのやってみなきゃ分からないだろう。俺が野球に興味なくなった理由教えてやろうか。毎回毎回お前の情けない姿見せられるのにうんざりしたからだよ。井上、前とは全然違うな。やりやすい。何か心境の変化でもあったのか？この主人公の気持ちさ、俺なんかすげえよくわかるんだ。そう思いながらセリフ言ってみたんだけど。役に共感することで自然にセリフを言えるようになったってことか。そうかも。失礼します。なんだお前いきなり。天馬くん、大変です。白沢監督の指名で天馬くんに出演オファーが来ました。何？オーディションは落ちたんじゃなかったっけ？ああ、そのはずだ。なんでも出演者の急病によりシナリオが一部変更になったとかで新しいキャストが必要だそうです。出演するシーンは少ないですが、天馬くんのお父様と絡む重要な役柄でイメージにぴったりだから天馬くんに頼みたいと。すっげえ、てんてん一発逆転って感じじゃん。よかったね天馬、映画に出られるね。スケジュールは？それが追加シーンの撮影は進行上の都合で来週すぐにでも行いたいそうなんです。今週中にはパリに出発して最低1週間は帰ってこられないかと。1週間、稽古に出られないってことか。それとお父様から伝言を預かっています。監督はああ言ってるが、お前程度の俳優なんていくらでもいる、気にせず舞台に励んでおけ、だそうです。え？そんな言い方しなくても。さすがポンコツの父親。あの親父らしい。安心しろ、お前らを置いてパリなんかに行かない。今大事なのは夏組公演の成功だからな。じゃあオファーは？断っといてくれ。そんな、天馬くん、ちょっと待ってください。てんてん、ちょっと無理してるよね。僕たちが頼りないから心配で置いていけないんだよね。稽古中も
天馬くんに引っ張ってもらってるし、僕がふにゃふにゃの煮崩れた大根で鍋の底の溶けかかったじゃがいもで冷蔵庫の中でしおれた水菜だから。そんなこと言ったら俺の方がいっぱい迷惑かけてるし、主演なのに下手くそだし。もうネガティブ遺伝子振りまくな。単純にあいつも舞台の稽古を妥協したくないだけでしょ。でもさ、てんてん絶対監督の映画出たいと思う。天馬、素直じゃないから、自分の気持ち全部ちゃんと言わないよね。世話が焼けるリーダーだよね。天に焦がれる。どうせ全戦全敗の弱小野球部だろう。この間なんかコールド負けしたって聞いたぞ。いっそなくした方がいいんじゃないか。ちー、わかった。言っとくが、あくまでも代わりが見つかるまでの間だからな。俺はもうお前とバッテリー組む気はない。じなんだよ、じっと見られてると集中できないだろう。集中できないのは見られてるからじゃないでしょう。何？映画のことを忘れたくて夏組の稽古に逃げてるのバレバレ。な、別に俺は夏組の公演を大事にしたいだけで。そのために夢のチャンス諦めんの？俺たちを諦める理由にするわけ？そんなつもりじゃない。本当は自信がないんじゃないの？言ったところでまたオーディションの時みたいにうまくできないかもしれないって。なんだと？そうじゃないなら素直に行きたいって言えばいいでしょ。別に行きたいなんて思ってない。嘘だ。嘘じゃない。じゃあなんで絶好のチャンスを無駄にするわけ？それは結局おじけづいてるだけでしょ。違う！夏組の稽古もオーディションも全部こなしてやるとか言ってたのに、いざとなるとやっぱりポンコツだよね。誰がポンコツだ！天馬くんもユキくんも落ち着いて。喧嘩はダメ。どうしたんだよ！そういうところがポンコツだって言ってんの！何？ああ、ユッキー、落ち着いて。夏組全員、天馬の背中を押したいと思ってんだよ！そんなこともわかんないの？たく、めんどくさい。てんてん、映画の撮影行っといで。心配しなくても、俺たちは大丈夫だよ。そうだよ。天馬くんが夢に向かって頑張るのは、僕たちも嬉しいよ。天馬さん、俺、天馬さんが戻ってくるまで、ちゃんと芝居頑張るから。天馬、みんな、天馬のこと応援してるよ。
お前たち。ああ、大して荷物もないしな。目標にはまだまだ程遠いけどな。今はまだこの手の届かない見上げるしかない高みに俺は焦がれてる。今回の映画出演もそのための一つのステップだ。夏組の公演もあいつらとの芝居もずっと先まで進んでいくための必要なステップなんだ。だから絶対に中途半端になんかしない。当然だ。いよいよ明日出発か。てんてん、お土産やららん。遊びに行くんじゃないからな。乾杯。乾杯。はい、てんてん。なんだこれ。選別のおかゆとうどんだよ。向こうで日本食が恋しくなったらこれ食べるといいよ。意外と実用的だな。俺からはこれ。なんだこれ。向こうでいろいろ古着と生地見てきて。買い物リストかよ。僕とキューちゃんからはこれ。頑張れ。でもさ、パスポートケースか。ありがとな。はい。寂しがりの天馬が寂しくないようにスペシャル三角くん。誰が寂しがりだ。しかもなんだこの巨大なぬいぐるみは。こんなもんスーツケースに入るか。抱っこして飛行機に乗るといいよ。俺は幼稚園児か。あ、忘れてた。これも。また買い物か。いい加減に。はい。これキーホルダー。今回の衣装の端切れで作った。野球ボールか。ま、せっかくだからもらっといてやる。たまには見せてよ、ポンコツじゃないとこ。天馬がいない間に俺たちで夏組の絆深めとくから。な、何？てんてん、焦りすぎ。エンマ、やっぱり寂しがりで、うるさい。大丈夫。一週間いない間に俺たちは俺たちでちゃんと見違えるように成長しとくし。楽しみにしてる。リーダー当番。あれ、おかしいな。シャンゼリゼ通りってここだろ。アベニューデシャン。天馬くん、こっちです。待ち合わせ場所ってあの通りだよな。いいえ、あそこを曲がったところがシャンゼリゼ通りです。念のため探しに来てよかったです。紛らわしい。
ここからは車で現場へ移動するので大丈夫ですよ。もらったキーホルダー、財布につけたんですね。あのぬいぐるみは持ち歩けないしな。さすがの天馬くんでも緊張しますか？いや、あいつらからの選別見てると落ち着く。親父に今回のキャスティングに俺以上の役者なんていないって思い知らせてる。楽しみですね。ああ、そっちを任せたぞ、ユキ。じゃあ今日は俺がリーダー役やるよ。よろしくっす。まずはね、何から始めようか。発声練習しとく？準備運動とかどうかな。じゃあみんなで三角探す？次も勝つからね。でも、もう井上は選手が足りない。代わりに私が出る。こうなったらしょうがないでしょ。このシーンってもっとシリアスにした方がいいのかな。でもそれだと性格がちょっと違って見えちゃうような気もする。軽くした方が楽しいと思う。リーダーはどう思う？え？今日のリーダーはあんたでしょ。ああそうだよね。どっちもメリットデメリットあるし、とりま両方試してみよう。それで全体がしっくりくる方に決めたらいいと思うよ。はあ、あれ？ダメ？別にいいけど、なんかスパッと決まんないなと思っただけ。一部を見ての良し悪しはわかるんだけどさ、全体を通してってなると判断難しくてさ。それじゃあ今日のミーティングを始めたいと思います。今日の問題点としてはいろいろあったと思うけど、明日から頑張ろうね。いや、その改善案を出していくんでしょ。そっか。ちゃんと仕切ってよ、リーダー。ごめん。もしもし。俺だ。詐欺電話？違う！名前出てるだろ。何？どうかした？稽古の様子はどうかと思ってな。そっちは夜か？夜の10時。こっちは昼の3時。ちょうど今日の撮影が終わったところだ。俺たちのことより自分の方はどうなの？毎日しごかれてるけど楽しい。あっそ、こっちのことは心配しないで自分の撮影に集中しなよ。お前らの成長も楽しみにしてるぞ。国際電話高いでしょ、切るから。
おい、ちょっと待っ。ダメだ、このままじゃ。一個だけ。明日は俺がリーダーか。あんな自信満々に送り出しといて、全然ダメじゃん。あれ？ユキ、何してんの？そっちこそ。俺はこれ。バット？そう、久々に素振りしに来た。なんでこんな時間にわざわざ素振りなんて。なんかいろいろ芝居のこと考えてたら眠れなくてさ、素振りしてる間は無心になれるんだよね。ふーん。ユキもやってみなよ。はい。いい。いいからいいから、試しにやってみなよ。だからやらないって。握り方はこうで、このまま思いっきり振ってみて。人の話聞きなよ。ほらほら早く。わかったよ。おお、シャープでいいスイング。んなこと褒められても嬉しくないから。ちょっとそのまま振ってみなよ、すっきりするから。もういい、疲れた。芝居のことって何考えてたの？え？さっき眠れなかったって言ったでしょ？ああ、なんか俺進歩ないなって思っちゃってさ、毎日の稽古で全然上手くなってる実感が湧かないっていうか。最近天馬さんがいないから稽古中の雰囲気もちょっと違うよな。このままで大丈夫かなって不安になるっていうか、焦るっていうか、そんな感じ。んなこと分かってるよ。野球だとバッティングとか捕球とかピッチングとかそれぞれ絞って練習できるけど、芝居だとそうもいかないし、なんか一個だけでも上手くなって天馬さんを驚かせてんだけどな。一個だけ？お？そっか、一個だけでいいんだ。見違えるように変わらないとって気負いすぎてた。お？素振り役に立ったかも。マジ？やっぱりな。稽古始める前にちょっといい？どうかしたの？なになに？あのポンコツが日本に戻ってくるまであと4日。今のところ俺たちの芝居で良くなったところなんて一つもないと思う。あいつが帰ってきても行く前と同じ演技しかできない。それって悔しくない？俺、天馬さんに稽古頑張るって言ったのに。僕も大丈夫だよって言って送り出したのに。天馬に。やっぱり俺がいないとダメだなって言われるかも。スミ似てる。それぞれ天馬に稽古で指摘されたところはどこか、4日間そこだけ集中稽古しよう。あいつに見違えるようになっとくって宣言したから芝居全部を良くしなきゃって気負ってたけど、よく考えたらあいつなしでそこまで変えることなんて絶対無理だよね。あいつが欠けた状態で夏組の芝居は成り立たないし、芝居へのイチャモンが細かすぎるあいつがいないと
もっと良くしていくことなんてできない。だから全部を良くするのは諦めて、何か一つだけ目標達成するように頑張ろう。それであのポンコツ役者を驚かせる。いいと思うよ。うん、俺頑張る。一つだけなら僕もなんとかできると思う。頑張ろう。監督も注意して見ててくれない？本番お願いします。足引っ張るなよ。そっちこそ俺に食われないようにな。いい度胸だ。実力の差を見せてやるよ。よーい、アクション。ストリートデビュー。ただいま。天馬、おかえり。てんてん、おつぴか。おかえり。天馬さん、お疲れ。どうだった？映画の風切りを楽しみにしてろ。問題ない。遅れてる分を取り戻さないといけないからな。ま、お前らがどれくらい進んだかにもよるが。それは。9回裏、ツーアウト満塁。あと一つストライクを取ればリーグ優勝。その場面でピッチャーを任された俺は、その時トイレに駆け込んでいた。頼むよ、このままだと野球部がなくなるんだ。お前らやるじゃん。やった！し！すごいでしょう。俺ら頑張っちゃったからね。この調子で弱点を潰していけば公演までには間に合いそうだな。ってことは、あれやるの？あれだよね。あれ？ストリートアクトっていうからいつものビロードウェイでやるのかと思った。こんな人前でお芝居なんてできるのかな。何言ってんだ。本番はもっと大人数の前でやるんだぞ。主演でしょ、しっかりしなよ。頑張れクモン。ちょっとずつ慣れていけばいいよ。頑張る。キューちゃん、大丈夫？よし、始めるぞ。全員集合！ランニング始めるぞ！
1、2、1、2、3、4。何何？ストリートアクトじゃん。こんなところでやってるんだ。面白そう。もっとやる気出せ。俺たちは甲子園目指して。おい。熱中症か。その辺で座って休んでろ。うん。満開カンパニー夏組第4回公演初恋甲子園よろしくお願いします。よろしく。面白かった。公演見に行くよ。おい大丈夫か。体調悪いの？ううん、なんか緊張しちゃって。みんな、ごめん。緊張するのはしょうがないって。みんな、最初はそんなもんだし。大丈夫、大丈夫。やっぱり、俺。キューちゃん。ウィウィ。クモ、本当に大丈夫なのか？調子悪いんじゃない？キューちゃん、熱を。大丈夫だって。あ、そうだ、俺ちょっと寄るところあるから。やばい、やっぱ熱は上がってるかも。またあいつ休み？ていうか、試合の時いっつも熱出して休むよな。絶対仮病だろ。試合出ないなら野球なんてやめればいいのに。なあ。検査の結果は問題ありませんね。おそらく精神的な問題でしょう。こちらではなんとも。発熱は強いストレスによる自律神経の乱れが原因かもしれません。ストレスの元を取り除くことが一番の薬です。一度部活を休まれてはどうですか？お前は精神的に弱すぎるんだよ。そんなことじゃこの先やっていけないぞ。何でもかんでも逃げてばっかりでどうする。もっとメンタルを鍛えろ。お前には期待していたんだけどな。やっぱり俺またダメなのかな。俺が弱いからまた。どうして俺だけダメなんだろう。みんなができることがどうして俺だけ。どうして俺はこんなに弱いんだろう。おい。顔貸せよ。
照明。さっき野球の芝居だかなんだかしてたよな、お前。あ、うん。今俺、劇団に入ってて。ふざけんなよ。何が劇団だ、何が芝居だよ。甲子園目指すだ。真剣に野球して甲子園目指してる俺らのことおちょくってんのか。なんとか言えや。てめえ何してんだ。いえ、あざみ、ダメ。こいつ野球やってるから。腕は先に手出したのはあっちだろ。でもダメだ。ち、部活やめて劇団入って、今度は不良とつるんでんのかよ。どっちが不良だ。ち、逃げたか。アサミ、ありがとう。何絡まれてんだよ。おめえ、物騒な顔の兄貴いいんじゃねえか。あの人に助けてもらえば一瞬だろ。兄ちゃんにカッコ悪いとこ見られたくない。まあそういう相手もいるわな。アザミもいるのか。カッコ悪いとこ見られたくない相手。さあな。寮帰るんだろ。置いてくぞ。また絡まれても知らないからな。あ、待って。俺さ、子供の頃から兄ちゃんにはいっぱい助けてもらったんだ。兄ちゃんは自分のことより俺のことばっか優先してさ、いつも俺の心配してた。あんな顔してんのにな。兄ちゃんすげえ優しいんだよ。だからもう心配いらないって。俺はもう大丈夫だって。今度の舞台をやり遂げて証明したいんだ。あ、そう。絶対にやり遂げなくちゃ。絶対に。ただいま。あ、キューちゃん、よかった。今探しに行こうかと思ってたんだ。なかなか帰ってこないから心配してたんだよ。あ、ごめんごめん。キューちゃん、具合を。大丈夫大丈夫。あ、俺シャワー浴びてくる。キューちゃん、アサミくん、キューちゃんと一緒だったんだね。野球のユニフォーム着たやつに絡まれてた。知り合いだったみたいだけど。え、ほんと？もしかしてアサミくんが助けてくれたの？ありがとう。あいつ能天気そうに見えっけど、なんかむちゃくちゃ思い詰めてるぞ。キューちゃん、監督さん、あの千秋楽の招待チケットってまだ余ってますか？来てくれないかもしれないんですけど、でも僕は舞台上の姿を見てもらうことで救われたから。ありがとうございます。強くなりたい。次も勝つからね。
ってももう井上は選手が足りない。代わりに私が出る。え？こうなったらしょうがないでしょ。無理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 。バレたら失格だよ。だったら諦めるの？甲子園行くんじゃなかったの？ごめん、頼むよ、マシミヤさん。死ぬ気で投げないと承知しないからね。うん。ケイちゃん、すみません。次のセリフは？まだやれます。本番までコンディションを整えるのも役者の仕事だ。今日はゆっくり休みを取れ。いいな。そういうこと。素直に休みな。無理しない無理しない。そうそう、休むのも大事だよ。わかった。はい、体温計。熱があったらちゃんと言うんだよ。わかってるって。もう大丈夫だから。うん。じゃあ、何かあったら呼んでね。どうだった？熱はなかったみたい。おでこゴチーン。つう。嘘はダメ。おでこ、熱いもん。スミーさん、お願い、みんなには言わないで。わかった。今は、みんなには言わない。よかった。でも、ムクは呼んでくる。ムクと約束、したでしょ？キューちゃん、やっぱり熱が出てたんだね。もっと早く行ってくれたらよかったのに。大丈夫だよ、いつものことだし、ちょっとだけだから。熱のこと監督やチューちゃんにも話そう。やだ。でもこのままじゃ俺また迷惑かけちゃうかな。キューちゃん、今度もまたダメなのかな。俺に何かをやり遂げることはできないのかな。なんで俺だけ、どうしてこんなに弱いんだろう。もっと頑張りたいのに、どうして。俺もみんなとお芝居したいのに、舞台に立ちたいのに。俺もっと強くなりたい。キューちゃん、大丈夫だよ。今度は絶対に大丈夫。僕が絶対キューちゃんを助けるから。ムクの言う通り、クモンは頑張ってる。ゴッド三角くんも見てる。だから大丈夫。二人とも、ありがとう。
キューちゃん、寝ちゃったの？このまま寝かせてあげよう。そうですね。ムク、クモンのこと天馬と監督さんに言わないとダメだよ。はい。でもその前に一番に伝えないといけない人がいるんです。キューちゃんのこと任せていいですか？うん、任せて。キューちゃん。ん？ちょっといいかな？クモンのことか。うん。あいつ、やっぱり俺のせいだ。俺がちゃんとあいつの入団を止めていれば。そんなことないよ。今度は僕がそばにいる。チューちゃんもいる。夏組のみんなも全力でキューちゃんを助ける。絶対今までと同じにはならない。監督さんと天馬くんにキューちゃんのことを話しに行こう。そうだな。重荷。最近後半かなりバテてるからな。ゲネまで日がない。今はできる限りあいつの体を休めてリラックスさせるしかないな。監督さん、天馬くん。そのことで話がある。プレッシャーによる発熱？ああ。一番最初に症状が出たのは、あいつが小学生の時だ。リトルリーグの試合で初めてスタメンに選ばれたあいつは、当日熱を出して試合に出ることができなかった。それがきっかけで野球の試合の時は毎回必ず熱を出すようになった。もともと滅多に風邪もひかないようなやつだったから、試合の時以外は健康そのもので、練習は一度も休んだことがない。練習がない日だって自主練するくらいなのに、試合の時だけ必ず熱が出る。最初は野球の試合だけだったが、徐々にそれ以外でも症状が出るようになった。何かリーダーや班長、実行委員みたいな責任ある立場になると、学校行事でも熱が出る。ああ、風邪じゃないから毎回翌日にはケロッと治っちまう。回数を重ねるたびに高熱より休んだ罪悪感で辛そうだった。極めつけは中学最後の野球部の試合だ。エースピッチャーとしてチームを背負う大事な立場で、試合前日に高熱を出してチームは初戦敗退。チームメイトに合わせる顔がないってかなり落ち込んでた。あいつが高校の野球部辞めたのも同じ理由だと思う。この前キューちゃんからその話聞いたんだ。どうしても甲子園に行くのが夢だったから、ダメかもしれないと思いながらまた高校で野球部に入ったんだって。高校1年の時は何も起こらなかったらしいんだ。2年の先輩にエースピッチャーがいて部活が楽しかったって言ってた。でも次期エースとして期待されながら高2になって、練習試合で初めての登板になった時、またあいつの発熱は心因性のものらしい。またダメかもしれないと思うと心に負担がかかる。回数を重ねれば重ねるほど
その責任が重ければ重いほど、あいつの心の重荷がどんどん増えちまう。キューちゃんは自分の症状が悪化してることに気づいて、すぐに部活を辞めたって。チームメイトに何も言わなかったせいで、みんなは未だにキューちゃんのことを怒ってるって言ってた。特に当時バッテリーを組んでたキャッチャーの子からは辛く当たられたりしたみたい。似てるっていうか、そっくりだろ。俺がつづるさんに頼んだんだ。あいつがあんな風になったのは野球が原因だから、舞台の上で克服させたかった。きっと一度でもやり遂げればあいつは変われる、過去を乗り越えられると思った。だから個人的なわがままで勝手なことしてすまねえ。プレッシャーか。あいつが気負って熱を出すのは、どうしてもいい結果を出したいと強く願いすぎるからだろうな。俺にも覚えがある。ジューザさんが謝る必要なんてない。あいつが公演をやり遂げるためには必要なことだろう。そう言ってもらえるとありがてえ。でも熱のことは言ってくれてもよかったんじゃないのか。黙ってたのはお前らが気を使うと思ったからだ。あいつは熱のせいで学校でも病弱なタイプだと思われて、いつも気を使われてた。それも本人にとっては重荷になる。だからお前らにはまっさらな気持ちで遠慮なくクモンと向き合ってほしかった。結果としては騙すことになってすまねえ。あんたが家族としてクモンのことを大切にしたい気持ちはよくわかる。でも俺たち夏組にとってもクモンはもう大切な仲間で家族だ。謝られる筋合いはない。そうか。でも兄として責任は果たさせてくれ。もし公演期間中クモンが舞台に立てなくなった時は、代役として立てるようセリフを頭に入れてある。あいつの代わりは俺がしっかり務めてみせる。ちゅーちゃん、そのために台本のコピーを。ああ。おいおい、こいつが夏組主演の代役？てめえがコメディなんて無理に決まってんだろ。なんだてめえ、いきなり。夜中に部屋でボソボソ言ってりゃ誰でも気がつくんだよ。最初は兄貴面して弟に稽古でもつける気かと思ってたが、そういうことか。うるせえ、引っ込んだろ。お前には関係ねえ。それで舞台台無しにしたら兄貴の面目丸つぶれ。夏組の奴らからもフルボッコだぞ。主に雪から。おう。稽古はしてる。ちゃんと代役は務めてみせる。不器用野郎には無理だ。何？だが俺ならできる。って今から覚えるつもりか？余裕余裕。ただテンポ感とかは後で一回合わせようぜ。説。
ああ、なんだよ。あくまで兄貴の俺がやるって言い張るつもりか。恩に切る。おジューザさんが万里さんに礼を言うとは初めて見た。ただ、ワンレンの給仕はねえだろ。実家からバリカン持ってきてやる。ふざけんなよだてめえ。まずはてめえの頭買ってやる。俺は出ねえから必要ねえ。そういう問題じゃねえ。やれやれ。結局こうなるんだね。あとはあいつの緊張を全力で和らげてやらないとな。お前の番。お前のせいだ。お前が熱で試合休んだりするから。何のためにずっと練習してたと思ってんだよ。中学最後の試合なんだぞ。俺たちはこれで終わりなんだ。なのに今まで練習してきたこと全部台無しじゃねえか。ごめんごめん。どうせずる休みだろ。こんなことなら最初からお前なんてチームにいなければよかったのに。ごめんみんな。カモン。あ、俺。大丈夫だよ、カモン。みんな知ってる。カモンは頑張ってるよ。はーい。ねえ。やっぱりやめようよ。何言ってんの。往生際が悪い。もう言うって決めたんでしょ。そうそう、このチャンス逃したらもう会えないかもしれないよ。うん。あ？あ、突然ごめんね。私たちのこと覚えてる？ほら、夏祭りでインステ撮ったじゃん。あの時は浴衣だったけど。これで忘れられてたら笑えるけどね。ユキコはそういうこと言わないの。これ、前にあったエチュード。ほら、むくみ、言っちゃいなよ。あのね、私、あなたのことが。え？どうしても死んだうちの犬に見えてしょうがなくて忘れられなかったの。もう一回写真撮らせてもらっていい？そんな話。ハハハハハ、何それ。そう来るとは思わなかったね。うん。クモ、お前の体質のこと聞いた。そっか。ごめん、俺みんなに迷惑かけるかもしれないから。やっぱり地方公演のホテルで旗揚げ公演の話したの覚えてるか。あの時、一個だけカッコつけて嘘ついたことがある。俺がいたから公演が成功したなんて、嘘だ。一番の失敗をしたのは、俺だった。俺は、子供の頃の失敗が原因で、舞台に上がると極度の緊張で、演技ができなくなった。そのせいで、
ゲネプロはボロボロで散々な結果に終わった。本当にひどいポンコツぶりだったね。うるさい。天馬さんが？本当に？信じられないか？舞台の上に立つと頭が真っ白になってセリフが飛ぶんだ。やっぱり俺はダメなのかって絶望感でいっぱいになった。でも今横にいるメンバーたちに助けられてなんとか公演をこなすことができた。こいつらがいたから舞台の上で少しずつ自信を取り戻していけた。あの時はびっくりしたけど、でも僕たちも頑張らなきゃって思ったよ。テンテンを支えようって今までよりも頑張っちゃったよね。そうそう、だから成功したのは天馬のおかげ。天馬のポンコツさのおかげね。おい、第2回公演でスランプだったやつはどこのどいつだ？そんな前のこと忘れた。お前な。第2回公演はユッキーが主演と衣装係の仕事の両立で大変だったんだよね。カズのおかげで復活。二人で協力してデザインしたあの時の衣装、可愛かったよね。猫の衣装？そうそう。第3回公演もまた主演のミスミが不調だったしな。あの時は宝探ししたんだよね。宝探し？俺の宝物をみんなで探してくれたんだよ。宝物のおかげで元気になって舞台も頑張れたんだ。だから今度はお前の番だ。お前が緊張するならまたこうやって何度でも俺たちが助けてやる。舞台の上でも支えてやる。お前は一人で舞台に立ってるわけじゃない。だから一緒に乗り越えよう。今度こそ。うん、うん、俺みんなと一緒にやり遂げる。大丈夫っす、微熱程度だからやります。うん、いつもは高熱が出るからこれでも低い方だし。わかった。おつお疲れっす。差し入れにクッキー焼いてきたぞ。やった三角クッキー。クモン、調子はどうだ？大丈夫だよ、いつもより熱も低いんだ。そうか。ほら、お前も入れ。ああ、なんだお前らその面は。ふざけんなよ、全員顔落としてこい。え？顔？メイクのこと？早くしろ、目障りなんだよその薄い面。ええ？とにかくメイク落とせばいいのかな。
なんだこいつ。クレンジングクリームだ。じっとしてろ。みんな顔面真っ白っす。こういう妖怪が出てくる映画あったな。動くなって言ってんだろ。さっきからあんた何様のつもり？そのメイク道具、自前？ああ。すごいね。ブラシだけで何本もある。プロみたいだ。念のため持ってきてよかったぜ。どいつもこいつも適当にやりやがって。舞台には舞台用のメイクってのがあるんだろうか。おお。くっきりしたね。すごく舞台映えしそう。まあまあやるじゃん。アザミン何者？ただのヘアメイク志望者。明日からも頼む。別にいいけど、その代わり俺のやり方に文句は言わせねえから。なんかどっかの誰かに似てるな。すごく似てるっす。誰？なんでもないっす。いよいよ本番だね。座長、エンジンはお前がやれ。何でもいいの？いいよ。好きにしなよ。クモピらしいエンジン、ヨロピコ。じゃあ、夏組、勝つぞ！ファイトー！ああ！